夢で終われないストーリー愛を継いで、こんばんは、転生したらスライムだった経営人役の岡崎美穂です。この番組では毎週転スラの情報やキャストによるトークなどをお届けしていきます。頑張って。はい、ということで可愛い声が聞こえたところでなんですが、実は番組からお知らせがございまして、4月より放送してまいりましたこの番組ですが、なんと今月で最終回を迎えてしまうんです。やったー、大号泣でございますが、もうね、この可愛い声の持ち主が元気に盛り上げてくれるということで、ラストの月も盛り上がって皆さん見ていただけると嬉しいです。はい、ということでそれでは紹介させていただきましょう。ゲストはラミリス役の春野杏珠さんです。こんばんは、春野杏珠です、よろしくお願いします。いらっしゃいませ。あ、失礼しますということで本日もよろしくお願いします、はい、お願いします。それではまずなんですけど、アンズさん演じるラミリスについて改めてご説明いただけますか。はい、了解いたしました。お願いいたします。はい、精霊たちが住む、精霊の住処の女王であり、うん、魔王の一人です。はい、はい、羽の生えた小さな妖精の姿をしておりまして、こちらですね、小さい可愛い、飛んでますね。これよりもうちょっと小さいお顔ぐらいなのかしら。この3分の1ぐらいなんですけども、ね、多分、うん、1分の1フィギュアね、1分の1本ぐらいだったから、確かにちょっと大きめに今映ってるのかもしれないですね。見えなくなっちゃうから、うん、はい、確かに。で、小さな世界っていう広大な空間を作り出す能力を持っておりまして、うん、はい、現在はありがとうございます、テンペストに住まわせていただいてですね、ようやく、はい、リムルの傍らでお仕事させていただいております。何ですかこのドロンボーン仕事してください、仕事してください。でも本当にアンズさんってもうラミリスにぴったり。本当ですか。うん、こうなんだろう、ラミリスって、うん、さっき紹介もありましたけど、やっぱ魔王だし、うん、すごく歴史のある魔王だから、うん、本当はすごいじゃないですか。本当はね、本当はすごいけど、うん、でもやっぱ親しみやすいし可愛いし、なんかこうフランクだから結構みんなに舐められがちだから、リムルも割と雑に絡んでいけるみたいな、なんかすごく友達めいたというか、うんうんうん、近所の同級生と高校、うん、こう公園でパッて会った時にヒョーみたいな感じでいられる。なんかでもアンズさん、私も先輩だけど、一応、いやそんなことない、でもなんかこういうところこういうところなんか親しみやすいじゃないですか、アンズさん。本当にそうそう、だからもうぴったり。あと小さな世界っていう能力がめちゃくちゃ実はすごい能力で、そうそう、いっぱい作れるの。そう、いっぱい作れて、で第3期で言うといろいろとダンジョンの話とかでラミリスがいっぱい活躍してねくれたので、そうそう、でも一気に出てきた時の小さな世界って結構洞窟めいてだから、なんか好き好んであれにしていたと思うと、やっぱちょっと友達少なかったよね。コリムラに出会って、うん、よりこうなんだろう、生き生きしてる感じはあるし、うんうん、やっぱラミリスの出番としても第一期の最後の方までやっぱりお待たせしてたかなと思うので、うんうんうん、やっぱそこでね2期3期とラミリスが出続けてくれてよかったって、うん、すごく嬉しかった。なんか台本いただいて、うん、これって重要ななんかシーンなんじゃないの。そう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 って、めちゃくちゃ重要なキャラクターですだよね、うん、そうだからいいのかなって思いました。いいのかな。もちろんこちらこそですよ。ありがとうございます、ね、はい、でもね、うん、まあ無事テンペストに移住もできることになった。そう、ずっと住ませてって頼んでたのに、ね、そうダメ、リムルがなんかおーみたいな。そう、迷宮の入り口とか言っちゃうからダメ、ね、そうね、ちょっとね、ちょっとはラミリス不器用なところあるけれど、うん、まあこれからより距離が近くなっていくということなので、うん、だったらいいな、ね、だと思いますので、うん、今後もラミリスの活躍にね皆様ご期待ください。はい、今回はアンズさんと共にお送りしてまいりました。あっという間ですが、ありがとうございます。ありがとうございました。でもね、次回も引き続き、うん、アンズさんにはゲストに来ていただけるということなので、 BS11 では現在テンスラ第3期が放送中です、うん、土曜夜10時から放送なので皆さんチェックよろしくお願いします。はい、そしてテンスラ第3期のブルーレイ第1巻と第2巻テンスラテンスライブのブルーレイが好評発売中でございます。さらに、第3巻と第4巻の発売も決定しております。詳細は公式ホームページや SNS などをチェックしてください。はい、ということで、それではまた来週もよろしくお願いします。来週伺います。お願いいたします。ありがとうございます。それではリブル役の岡崎美穂とラミリス役の春野杏珠でした。バイバイ。
転生したらスライムだったけんリムル役の岡崎美穂です。はい、転スラ情報局 BS11 支部第22回はこの方とともにお送りしてまいりました。誰だ？あ、私だ。ラミリス役のハルナンズです。よろしくお願いします。いかがでしたか本編の方は？タイトですね。タイトなんです、うん、でもこっちはおまけパートなので、うん、ちょっと放送に入りきらなかった部分とかもね、うん、ゆっくりのんびり、あー頑張ってたお話ししてねいければと思うんですが、はい、まあ、もうそもそもなんですけど、うん、アンズさんにとってラミリスはどういったキャラクターですか？子供たちから一番多分知ってもらえてるキャラかもしれないです。そう、すごい。だからなんかこう食べ物屋さんとかに行っても、はい、なんかこうラミリスの絵を描いてくれて、うん、待ってくれてる方がいたり、アンズお姉ちゃんがやってるんでしょみたいなことですか？あ、そう、その親子でやってる子供がみたいな感じで、そうなんですよ。だからラミリスが結構いろんな世代に受け入れられてるというか、うん、そのテンスラーに出させていただいて、なんかこうやっぱ2期とかのあれとか戦いがドクシャーみたいな、ありました。ちょっと私はあんま関わってないんですけどそうそうそう頑張ってました。そうなんです。だからそういうのもありつつ、うん、なんかこう私のお芝居を見て、あの絵のお芝居の方をいっぱい動かしてくださってるみたいな話も、あ、そうですね、確かに当初の予定よりもアンズさんの表情豊かなお芝居に合わせてよりこうラビリスがぴょんぴょんしたり、うん、いろんな表情、ワンパーのとことかもね、シュッシュみたいな、シュッシュみたいな感じでしてくださってたり、なんかこういろんな世界と寄り添えてるなって思って、こうアニメ業界もしっかり、こう普通のこうなんていうんですか、その三次元の業界もしっかり、なんかこういろんな人とラミリスを通してそうつながれてる。そうなんですよ。確かにテンスラってそれこそもう老若男女幅広い方々に受け入れていただいてる作品ですけど、特にラミリスってまあキャッチーだし子供たちからすごい人気ありそうだなって思いました。あー、でもやっぱシュナとかシオンにはかなわない。なんでそんなことそんなことないですよ。アビアモさんとかも、そんな、やっぱ、まあ、シュナとかねシオンももちろん魅力的ですけど、うん、ラミリスは唯一無二のね魅力がありますから、まあお色気が全くないっていうことは安心感、安心感、安心感、うん、この子が出てきても、うん、あの絶対大丈夫っていう安心感はありますよねテンスラらしい、テンスラらしいキャラクターかもしれないですね。うん、そもそも、うん、ラミリスに出会ったのって、うん、オーディションですか？オーディションじゃないんです。それすごいですよね。なんかこういただいて、うん、最初にいただいた時は、うん、なんか事務所からはあの妖精さんらしいですよみたいな、おーおー妖精ですね、妖精さんみたいな、魔王というか妖精だみたいな、うんうん、そうなんですけど、なんか台本いざ決定しましたってやって開いてみたら、うん、え、重要じゃない？めちゃくちゃ重要ですよ。妖精 C ぐらいの感じだった。全然 C じゃない。びっくりしていっぱい喋ってるじゃないですか、初登場からね。ぴったりだから采配が、だからその時からやっぱスタッフさんのね、うん、目に留まってたんですね、きっとアンズさんがラミリスだっていう風に。どなたが決めてくれたのかな、うん、お中元送ろう季節的にもね、季節的にも、ね、いやでも私からしてもすごいアンズさんでよかったなと思ってるの で、これからも掛け合いなりなんなりでね。なんかリムルもねオーディションいろいろあったって聞いて、あ、そう、リムルもちょっと男性女性決めかねていたとこでっていうオーディション話あるんですけど、そう、でも結構珍しいと思います、もういただいた役っていう。あ、本当ですか？でもミュルマイルさんもそう言ってた。あー、そっか、ミュルマイルさんも、気づいたらミュルマイルだったってちょっと大変な役ですけどね、いっぱい喋るので、うん、本当にそう。そっか、じゃあちょっとね、いろんなパターンで集まったみんなですけれども、うん、ファミリーでやっていきたいなと。そうですね、はい、入れてくれますかファミリーに？入れてますよ。ありがとうございます。もう疑わないで、移住してる移住してるし、はい、ということでですね、はい、そんなこんなでちょっとおまけパートも時間になってしまったんですが、はい、テンスラ情報局 BS11 支部は月曜夜9時54分から放送中です、はい、第23回は9月9日放送となりますので皆さんチェックよろしくお願いします。はい、チェックチェック。また BS11 公式 YouTube にて火曜夜9時からおまけパート付きで配信しておりますのでね、うん、こちらも見ていただけると嬉しいです。はい、そしてテンスラのブルーレイが、現在発売中でございます、うん、まずはこちら、
テンスラ第3期ブルーレイの第1巻と第2巻、そしてテンスラテンスライブの、ブルーレイが現在発売中となっております。特装限定版にはですね特典が満載なので、うん、ぜひお手に取ってみてください。さらにこちら、はい、第3期ブルーレイの第3巻が、9月の25日に、第4巻が10月の30日、私の誕生日でございます。 ありがとうございます。そして第4巻もですね、誕生します。誕生します第4巻と同じ誕生日になります。はい、ということでですね、ブルーレイに関する詳しい情報などは、公式ホームページや、SNS などをチェックしてくださいね。はい、よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回、リムル役の岡崎美穂とラミリス役の春野杏でした。バイバイ。